三田さんにご紹介いただきました通りですね、11月の2週間、ウクライナに取材に行ってきました。まずちょっと、お手元にレジュメがあるんですけども、中身を確認させていただきたいと思います。ページが振ってあります。1番からですね、5番、6番まで、がですね、私の作ったパワーポイントがちょっと見づらいですけれども印刷されています。でその後ですね、チェルノブイリ出張報告、原子力発電所事故における被災者への対応についてというのが入っておりますが、これはですね、政府の、皆さんご存知だと思います、内閣府のですね、原子力被災者生活支援チーム、現在はほとんど経産省出身の方で占められておりますけれども、その報告書を入れております。この報告書はですね、この後にあります、毎日新聞の記事で明らかになっている通り、子ども被災者支援法、今三田さんがお話しいただきましたけれども、この、支援法の基本方針を、ある種骨抜きに、した報告書とも言われておりますけれども、20ミリでの期間含めてですね、日本のその占領基準の方向づけをしたのが実はこの報告書になっておりまして、今ですね、木野さんのブログには掲載してあると思うんですけれども、皆さんのお手元に配られるのは多分これが初めてだと思います。秘密の報告書です。後からじっくり見ていただければと思います。で私がですね、取材した背景を簡単に今お話ししますと、三田さんがおっしゃった通りですね、日本のこの原発事故以降のですね、住民のさまざまな対応に関して、今年の6月ですね、復興庁 の、水野参事官、元参事官がツイッターでさまざまな暴言というかコメントをされていた通りにですね、この問題自体本気で取り組んでないのかなっていうのが、実は私も水野さん相当信用してたためにですね、ショックを受けまして、それ以降ですね、実際今どのように取り組むのかなと見ていく中で、その先ほどのですね、基本方針がほとんど内容がないものであったり、あるいはその年間20ミリという基準で避難解除をしていくということの中でですね、実際にコアになっている方々がほぼ経産省の方ですね、復興庁の職員も経産省からの出向の方なので、こうなってきますと残念ながらその本当に、健康ということに普段取り組んだり、あるいは子どもに向き合っている人たちとちょっと距離があるというふうに感じまして、実際のところ具体的にですね、今後の政策を進めていくとなると相手がちょっと違うんではないかなというふうに思いまして、今日厚労省の方来ていただいてますけど、やっぱり厚労省とか文科省とか日頃からですね、健康問題とかあるいは子どもたちに向き合っているような人たちのところからきちんとですね、取り組んでいただくというのが重要なんではないかというふうに思ったものですから、実際にではウクライナではどのように行われているのかということを、見てこようということで取材に参りました。でとりわけですね、去年の10月に私は雇用の問題で、伊達のですね、移動教室というのを取材したんですけれども、あるフォーラムの中で学校の先生の中からですね、長期の保養するとなって、そこに同行するというか、同行するとなったら先生が大変で、そんなこと言わないでくれというような、発言が出ていたというのを耳にしまして、確かにですね、2週間とか3週間、あるいは1ヶ月といった長期の保養をするとなったら、先生方というか、学校の現場に対する負担がものすごい大きいだろうと。で日本でも普通に考えても大変だなと思う中で、どうやってじゃあその旧ソ連の中ではそういうことが長期保養というのが実現しているのかというのも不思議だったものですから、その部分を含めてですね、この全体のシステムを知ろうということで行ってまいりました。で期間は13日から26日ということで、私どもが訪問したのはコロステンシというですね、ジトーミル州の、町、そして、キエフと、この2つ、あと原発のあるゾーンにも行ったんですけれども、でコロステンというのはですね、
皆さんもご存知かもしれないんですけど、 NHK の ETV 特集という番組の中で、2011年にウクライナが発表したそのウクライナ報告書を、まあ、テーマにした番組の中で、まあ、ここの町のことが取り上げられてますが、あの私が知る限りですね、停戦料の長期被爆に関して、特にそのがんではない疾患、いろいろな慢性疾患についての報告をきちんと、まあ、取り上げているものというのは記事も番組もですね、その ETV 特集のみと思います。まあ、書籍はいろいろまあ、あるんですけれども、大きいものではやはりそのぐらいであるということで、まあ、NHK の番組ですから、みんなでシェアするのも一回ね見終わると難しいということで、私としてはですね、今回映像で撮影してなるべく、まあ皆さんがその後ですね検証できるというか見直したりあるいはシェアできるような形できちんと、まあ、記録したいということで行ってまいりました。私とですね、フリーランスの木野さんお二人で行ってまいりまして、あとは通訳、まあ、現場で、モルドアさんという、方にお願いしての取材です。でこれが取材工程で、今日お話しするのはたくさん、まあ毎日 2,3 箇所ぐらい行っておりまして、1箇所あたりだいたい短いところで1時間半ぐらい、長いところで3時間半ぐらい粘ってですね、すごい嫌なインタビュアーだったと思うんですけれども、今日はですね、主に学校とそれから、まあ、教育関係を中心にお話をしたいと思います。で実際には例えば国立内分泌研究所のようにですね、今起きている甲状腺がんの問題に関わるようなことを3時間ぐらいお聞きして、すごい新しい情報も含めてですね勉強になったんですけど、そこを含めると長くなってしまうので、まあ、今日はちょっと教育関係に集中させていただきたいと思っています。では具体的に中に入っていきたいと思います。最初にまあ、ここに行こうと思ったのはもちろん、コロステン市なんですけども、ここはまあ、ETV 特集でも取り上げられていて、まあ、なんとなくこう情報が多いので、まあ、実際に、リサーチがですね一番やりやすかったということで、ここにをベースにですね取材しました。でコロステンというのは行ってみて、まあ、そういう意味では非常に取材場所としてはいろんな意味で、ベターな場所だったと思うんですけれども、キエフからですね車で、数時間3時間ぐらいでしたっけ、まあ、そのぐらいの距離にありまして、ちょっと地図で確認していただきますと、ここがコロステンなんですけれども、ピンク色のゾーンです。汚染のレベルで言いますと、1991年に、まあ、シーベルト観察、年間1ミリから5ミリぐらいの間にある3級と言われるゾーンに当たります。で人口がですね6万5千人ぐらいです。で事故後はですね、最大ピークで10マイクロシーベルトを超えるレベルが観察されたというふうに言われていますが、現在私が計測した、私が自分 の、 もので計測 してですね、だいたい 0.06 から 0.01 マイクロシーベルトパワーぐらい の、 放射線量でした。でウクライナ報告書によると、25年間の積算の被爆線量平均15から25ミリシーベルトです。で、これはどういう換算かというと、これは機関に向けた安全安心対策のための検討チームに、その先ほどお話しした支援チームが提出した資料から抜粋させていただいたものですけれども、パスポート占領というやり方を、まあ、ロシア等でも取ってるんですけれども、土壌からですね、空間占領で外部被曝を、まあ、推測して、それに内部被曝も推測したものをですね合わせて、まあ、パスポート占領というような言い方をしてますけれども、それによって、今推測されているものが今の数値になります。でまあ、そのコロステン市の、学校に行ってみました。
で私が行ったのはですね、コロステン第12学校という一番コロステン市で新しい学校になります。創立はですね、事故後1992年、であのウクライナの学校なんですけど、公立学校、まあ基本的に公立学校ばっかりなんですけど、あの6歳から17歳まで の中高一貫って言ったら小中高一貫なんですね。だからあのちっちゃい子から大きい子までいっぺんにいるんです。でいわゆる小学校にあたるのが6歳から10歳、1年生から4年生で、その後ですね、10歳から15歳が中学生、その後16歳17歳が高校生という感じで、一つの学校の中におります。で2年前までは幼稚園も学校の管理下だったんですけど、今はなんかこうバラバラになってるそうです。でこの学校はですね、今生徒数が645人で25クラス、1クラスだいたい25人から28人ぐらい、教師の数が やたら多いんですね。63人いまして、その他職員が25人だから、こう日本の規模に比べるとですね、職員数が多いんじゃないのっていう感じなんですけど、多いです。なんかクロークの人とかいるんですね、コートを預かる、で医師と看護師もいまして、それから歯科医師が週3回あの通ってきてます。で、2年前まではマッサージ師が、あの幼稚園と小学校、あの幼稚園が小学校の管轄にあったので、マッサージ師っていうのがいてですね、幼稚園と小学校と両方とも見てたんですけど、今はマッサージ師さんは幼稚園の方に行ってしまっていて、必要があったらあの来てもらうというような形になっています。で健康管理校ということですね。で、あの実際にですね、あのこれは学校の取材とプラス教育庁、教育省、教育科学省って言って、教育科学省など他のところの、あのお話も全部まとめてあの書いたものなんですけれども、あのチェルノブイリ法とですね、それから1997年に保養に関する閣議決定というのがされておりまして、それによって学校を対象としたさまざまな支援プログラムが、まあ、汚染地域では実施されています。で一つはですね、授業時間の短縮です。それから卒業試験の免除、大学入試も免除、学費半分、あの大学の学費は半分が奨学金支給、給食はあの汚染のないものを無料で支給、それから健康診断、から体育はですね、健康レベルによって4つにグループ分け、それから保養という、まあ、あの大体これが汚染地域の学校で行われていることで、それぞれちょっと細かく見ていきたいと思います。まず授業時間の短縮です。通常の学校はですね、45分授業なんですが、汚染地域の学校は5分短縮して40分授業になっています。ただこれはですね、校長の権限で、必ずしもその義務というか、あのそれ自体を決まっているというよりは、あの実際に運用自体は校長が決めることができると。で教育科学省はどこが実施しているか全部把握はしていません。ただあのほとんど多くの汚染地域の学校であの実施されているようです。で1年生の6歳児クラスはさらに5分間短縮して35分授業になっています。でその分ですね、なるべくまあ休憩時間を長くして体を動かしたり走ったり、あとまあ体操を行ったりということをしています。で導入の背景なんですけれども、校長先生の話によると、まあチェルノブイリ後の汚染地域の子どもたちの間に、まあ疲れやすい、それから頭痛、鼻血が出るなどが見られたため、まあ、健康状態が悪かったので、まあ、政府の判断で実施したというふうに言ってるんですけど、あの教育科学省は、まあ、予防のためというような言い方をしていますが、まあ、そういった背景で、授業の短縮というのがあの行われるようになって、27年経った現在も授業の短縮はあの私はもう終わってるのかと思ったんですけど、あの続いておりました。それからですね、卒業試験、大学入試なんですけど、ウクライナでは、小学校の卒業時ですね、先ほどの、小学校の卒業というのは自分で見てあれなんですけど、
4年生10歳の時ですねにエデュケーショナルアップリングコンプレックスというテストがあるらしいんですから、これが健康上の問題があれば免除と、一時全部免除だったみたいなんですけど、今は全面免除というわけではないようです。それから中学校の卒業年齢、15歳でもやはり、中学校卒業時の国家卒業試験というのがあるそうなんですけれども、これも汚染地域は免除と。それから大学入試はこれは現在も継続されていまして、試験受けなくてもパスできるという優遇措置が あるそうです。それから大学の学費も奨学金が支給されるというのがあるそうで、これらはすべてチェルノブイリ法で定められている、子どもたちの権利ということでした。でこれが 学校 の, その勉強面なんですけれども、その他ですね、給食ですけど、この給食は皆さん一番お聞きになったことがあると思うんですけれども、汚染地域では、給食は無料で支給されているんですけども、面白いなと思ったのは、学校休むとその分現金で支給されるっていうですね。なので学校休むと、お医者さんのですね、ちょっとこう診断書みたいなのをジムのところに持ってって、そしてお金をもらうというような仕組みになっていました。で学校の給食はですね、その、学校の人数が多いし年齢差もあって、でみんなランチルームでこうやって、授業の場所とは違うランチルームで食べるものですから、学年によって食べる時間がシフト制になっています。 1,2 年生はとっても早くて午前10時から給食で、5年生から8年生11時から給食と、で9年生11年生は12時からという感じでですね、時差がありました。で学童保育がありまして、小学校 1,2 年生は2回目の給食という感じで、ちょっと13時って抜けてますけど13時にですね2回目の給食があるという形で、こういった面はかなりそもそも日本とかなり違うという感じなんですが、そのような運用をしていました。でここからが、とっても本題に入っていくんですが、健康診断です。で学校に、ここはですね、体力増進校というか強化校なので、お医者さん校医の先生がいらっしゃって、小児科の先生なんですが、ここに彼女の考えというかコメントを書いてるんですけれども、皆さんそれぞれおっしゃることが違うんですけど、ざっくり言うとですね、事故後しばらくはやっぱり甲状腺がんとか白血病とかがんで亡くなるような子どもたちが増えたということで非常に深刻な状態があったと。それが今はですねだいぶ良くなったと。ただし疾病率は上がっている、つまり慢性的な疾患が増えていて、ただしがんのように死んじゃうという病気は減っているというのが全体的な私のみんないろんなことを言いますけれども全体の私 の受けた印象です。で彼女の話もですね、事故直後、甲状腺がん白血病が増えたと。で今はだいぶ良くなり甲状腺がんはなくなったと。ただ 100% 健康とは言えない、目が悪いとかですね、目がおかしい、それから食道ですね、骨肉筋肉とか骨肉系が悪いなどがあって原因は不明で、先天性の心臓病などが増えていると。それから一つだけでなくて複数の疾患にかかっている子どもがいるということで、健康診断は1年に1回なんですけれども、専門地域では学校に専門の医師が来て検診するというような形になっていて、ここの学校ではですね、専門的な先生が、1年に1回細かく見て、ここで問題があるというふうに判断されますと、州のですね、ジトーミール州の診断センターという、専門の、検査ができる機関に行きまして、そこでさまざまな超音波ですとか、いろんな検査、血液の検査を含めてですね、学校でもするんですけども、さらに詳細な検査を受けて、その後ですね、治療をするというような流れになっております。で健康診断の詳細な内容を全部もらおうと思ったんですけども、ちょっとウェブサイトに全部あるとか言うので、そのままちょっと今回
きちっとお見せできないんですけど、翻訳をでき次第ですね、まあ、サイト等できちんとお知らせしたいというふうには思っています。でこんな中でですね、その、健康診断があって、その健康診断と連動する形で体育自体がですねグループ分けするという形になっています。でこの体育のグループ分けというのはですね、そもそも、先ほどお話した汚染地域で子どもたちがちょっとその疲れやすいということもあって、体育今まで通りやってもいいのかっていう話から、実際にですね調査団が子どもたちの状態を調査しに行ったんですが、全部体育を変える必要はないというふうに判断されて、グループ分けという手段を、取るようになっています。でこのグループ分けなんですけれども、基本グループ、これは教育科学省が作ったベーシックな、普通の体育です、普通の体育。それから準備グループっていうのが、基本グループよりちょっと激しさが違う、ちょっと優しい、休んだりするっていうか、その激しい運動は休んだりして、それから同じプログラムでもスピードを競わないというような形で、そのハード面をハンドっていうかな、厳しいところをちょっとこう緩和しているものです。それから特別グループというのがあって、特別グループは全く授業が別に用意されていて、何らかの健康的な課題がある子たちが受けます。で障害があって体育免除っていうのがあって、大体その4つに分かれるわけですけど、だからどこの学校にいてもこのグループが何人ですかっていうふうに聞くと、全体像が分かりやすいんですが、この学校ではですね基本グループが157人、準備グループが385人、特別グループが90人、体育免除っていうのが13人という形でした。でどこの学校もですね、最近準備グループと特別グループが増えてるんですけど、増えてる原因と言われてるのがこのルフィエというですねテストなんです。でこれは2年前に導入されまして、ちょっとウクライナに行った時はよく分からなくてですね、戻ってきてからいろいろ調べたんですけども、フランスの医師によって開発された、心臓血管系の負荷状態などを調べるテストでして、フランスだとものすごいポピュラーなような気がします。ちょっとフランス語が私できないんです。分かる方ぜひ調べていただきたいんですけれども、でウクライナの中で、体育の授業中に、気分悪くなって、倒れて亡くなるというようなケースが、増えたことを受けて2年前に保健省の指示で導入したというものです。で健康診断とかもそうなんですけど、学校で実施していますけれども、内容とかを調整するのは保健省の方の指示になっています。で実際にこのテストはですね、ちょっと向こうで通訳さん介して口頭で聞いたのが、戻ってきて調べたら、これで間違いないなって言って図までこう出してるんですけど、要はスクワットみたいな。で日本で言うとですね、今はなくなってしまった、1999年に廃止されてしまったんですけど、踏み台昇降っていうのがあって、こう、脈を測ったりするのがあったと思うんですけれども、ああいう感じでですね、5分間、リラックスして脈を測って、それから45秒スクワットしてからまた脈を測って、最終的にもう一回最後に脈を測るというらしいんですけれども、それで後からこう足してですね、それで健康状態を見ると。でこのテストによって体育のクラスも分けたりしているようです。でこれとさっきの健康診断が連動しているということでした。で、この、ルフィエテストが2年前に導入されて、若干そのグループ分けが変わってきたという感じみたいなんですけれども、これは体育の先生です。向こうの学校の先生方、みんな女性の先生がもうほとんどで、
みんな優しい感じなんですけど、体育だけめっちゃなんか怖そうっていう感じで、なんか筋肉隆々 の、 あのお兄さんとかいっぱい出てきて、わー体育だけすごいなんか違うなって感じなんですけど、この方は、めちゃめちゃ陸上のトレーナーとしても力がある先生みたいなんですけれども、特別グループの指導としても、非常にキャリアがあるというか力がある先生だというふうに紹介されました。でですね、ここに書いている通り彼のお話ですけれども、特別グループは、ちょっと増減があって安定してないけど少し増えていると。で2年前からさっきのルフィエ検査を導入していると。で特別グループは、今ここに書いてある通りですね、身体能力を発展させる目的の運動、だからそのなんかこうスポーツを楽しむっていうよりはなんかこう割とこう筋肉をすごく うまくちゃんと動かすせるようにするというかなりその科学的なトレーニングをしているということでした。で 90% は柔軟体操で心臓の負荷などを考えて、激しさとかですね回数などを決めているということでした。で体育を受けてない子どもたちもいて、その13人中3人は学校来てないけど10人は体育に参加しないと。で具合が良くなればちょっと参加することもあるということですけれども、ここに書いてあるような慢性疾患の子どもたちが、いますということでした。で校長先生です。で校長先生はですね、教師の経験30年ということで、1993年って書いてあるのは嘘です、ごめんなさい、1983年ですね、から先生をされています。でウクライナはですねどこの学校に行って、3校しか行ってないですけど、なんかですね校長先生が変わらないんですよ変わらないっていうか、日本だとですね校長先生って2年ぐらいで移動しますよね、2、3年ぐらいですか、いろんな学校を移動するんですけれども、なんかウクライナは20年オーダーというか、なんか15年20年オーダーで変わらないんですね。でその学校にずっといるっていうなんか謎なんですけど、そういうなんか移動があんまりないのかなっていう感じなんですね。でこの先生もですね結構12年間校長先生この学校でやっています。で、彼女が言うには、事故前は本当に子どもの病気何か病気があるっていう子どもはそんなにいなかったけども、現在は増えていると。で特に皆さんおっしゃるんですけど疲れやすいというようなことをおっしゃっています。で校長している12年間で白血病の子は4人で、そのうち2人は死亡、でそのうち1人はですね、親の方が気づくんではなくて学校の先生が、肌が黄色くなっているのに気づいて、そして調べたところ、白血病だったと。でもう1人の子は背中が痛いということで検査して白血病が分かったんですけど、これちょっと年に1回詳細な健康診断やってても気づかないというかその時にはキャッチされないで、別の時期にですね発覚して、手遅れになってしまっているっていうケースが、現在もあるということでした。あと先生方も結構若くして亡くなっている方がいるというふうにはおっしゃっていました。で、今がこうざっくり学校の様子なんですけれども、校長先生の紹介でですね実際に子どもたちもちょっとだけ、2つのご家庭に紹介してもらって伺ってきました。このマリアさんという14歳の女の子なんですけど、私のリクエストはですね元気なこと元気じゃないことをそれぞれ1人ずつ紹介してくださいっていうなんかすごいあんまりなんか素晴らしくないとても良くないリクエストをしたんですけれども、マリアさんというのはですね3ヶ月で麻痺が起こって、痙攣が起こってですね生まれついて、ずっと疾患があるという女の子です。で、
肝臓の機能障害があって膵臓も良くなくて、まあ、現在糖尿病の疑いもあるということで食事を気をつけないといけない。ただ大きな手術とかはまだしたことはないと。でも小さい時に気を失ったり入院したことはあるということです。で、まあ日常生活では疲れやすくて集中力もあまりない。変なものを食べると前兆があると言って、なんかこうちょっとよくわからない状態っていうのが皆さんの傾向です。なんかはっきりとしたなんとか病とかっていうよりはですね、どうも原因がよくわからない複数のいろんな慢性疾患が混ざっていて、お母さん自体が経験の中でこうやったら子供は元気でいられるみたいなことを編み出していて、ここの家庭はですねとにかく無農薬の野菜できちっとした食事をするっていうことが最も重要という結論に至っていまして、炭酸飲料とかスナック菓子とかですね、そういうものを食べると発作が出るということで、あと生活もですねきちっとしてないと難しいというふうに言っていました。で、彼女は体育は特別グループで、障害者認定というのがチェルノブイリ障害者認定っていうのがよく言われる、そのいわゆる、まあ、保障というかチェルノブイリ法で定められているものなんですけれども、普通の障害者認定っていうのがあって、彼女の場合は子どもの普通の障害者認定は受けていると。ただし疾患がですねそのリストに入っているものではないので、チェルノブイリ障害者認定は受けていないと、そういう感じです。でこの家庭の、まあ、お母さんについて聞いてみたんですけれども、お母さんはですね、今37歳、10歳の時にね原発事故が発生しまして、メーデーのパレードの練習で長時間屋外にいたと。で事故直後とても疲れやすくなったというふうに思って、彼女は感じてるんですけれども、当時のことはあんまり覚えてないので詳しくは覚えてないと。で実はこのお母さんのさらにお母さんにお話を聞きたかったんですけど、でそのお母さんというのがですねコロステンの診断センターで働いていて、日本の山下先生とか高村先生とどうも懇意みたいなんで一度お話聞きたいなと思ったんですけれども、お母さんやっぱりですねちょっとお話したくないと。でなぜかっていうと、このナタリアさん、ナターシャさんっていう彼女の長男が実はいまして、で私が取材行った時は彼は不在でした。でちょっとやっぱり会わせたくないというか人に見せたくないっていうのがあるみたいなんですね。で重度の知的障害がありまして、18歳なんですけど先天性で、出産2日後にやはり痙攣があって、その後知能の遅れが分かったと。ちっちゃい頃は丸い肉のように全く動かなかったと。で今これ間違いがいっぱいあってごめんなさい、18歳だが一人で食事できなくて、お母さんのことをお母さんというふうに分かってるかどうかは分からないというふうにお母さんは言っていました。でこの息子さんはすごく大変なので、その今ナタリアさんの、そのお母さんですね、おばあちゃんに当たるんですけど、その診断センターで働いている彼女が預かっていると、ずっと預かっている状態なんです。で、まあ、そういうこともあって、その事故当時母親だった今のおばあちゃんがやはりものすごい、まあ、責任を感じているのか分かんないんですけど、私たちの取材にちょっと話せないと、会って話すことは控えたいということで直接お目にかかることができませんでした。でこのナタリアさんというのはですね、実はもう一人子供が欲しいなというふうに思って、割と最近ですね2年前とおっしゃってたと思うんですけれども、3人目、を妊娠されて、それを、まあ、医師と相談してですね、上の2人がやはり内臓の疾患があるので、いろいろもう自分も夫もまあ調べてもらったんですけども、特にまあ問題ないので3人目ということで妊娠されたんですけども、3人目のお子さんは、まあ、いわゆる携帯状というか、まあ、大きな奇形が見つかって、まあ、出産断念されたということで、このお話はまあ、
私たち映像メディアの映像で見ていただいた方がいいと思うんですけれども、非常にまあ辛いというか、通訳さんが泣いてしまうというですね、本当に辛いお話をしてくださいました。なので彼女はまあ歯科医師なんですけれども、で生活のレベルはちょっと分かんないですけど、パッと見はかなり裕福なような感じがして、食べ物とかもものすごい気にされているんですけれども、まあなかなかそういう意味では子どもたちを育てていくのがすごく大変という感じでしたが、非常にそうは言っても前向きで、まあ2人目のお子さんが特に今大きくなってきているので、そういう意味ではなるべく前向きに生きたいというようなことをおっしゃっていました。で、もう一人元気な子を取材させてくださいと言ってですね、紹介いただいたのがタラス・ユルスンさんという10歳のお宅で、こちらはですね、さっきの前の先生、先生じゃない、ナタリアさんというのはさっきの第2十二学校の歯科医師、週3回来てる歯科医師なんですけど、こちらはですね、お母さんがカウンセラーでして、やはり第2十二学校のカウンセラーやってるんですね。まあ、校長先生もさすがに一般のなんか保護者にお願いするよりは学校で働いてる人にお願いした方がいいだろうってことで声をかけられたと思うんですけれども、でここは10歳の男の子なんですが、基本的にはまあ健康ということで、ただしまあ体育は準備クラスということでした。で特別にそういう意味ではこの2つの家庭に何か違いがあるのかなとかいろいろこう考えたんですけど、まああえて言うならお母さんがこの方は汚染地域出身じゃない方なんですけれども、ただお話をされていてすごくこうびっくりしたのはですね、今タラス君は目が悪いんですけども、保養には行っていて、保養に行くと視力が回復するって言っていたのがですね、どういうことなんだろうっていうすごいこう驚きというか、実際どういうことなのかなっていう、まあその保養自体が目の回復プログラムのある保養に行っているというふうに言っていました。で今ざっとですね、学校の中の話をしてきたんですけれども、コロステンの外来病院と行って思ったのはですね、どっちかっていうとはっきりなんかこうこういう病気って分かる病気じゃなくて、いろんなよく分からない症状があちこちに出てるっていうのがやはり現場の先生方の声なのかなと思いました。でそういう意味ではがんのようにですね、何かこうしっかりデータを出したりするのがちょっと難しそうだなっていう印象を持ちました。で小児科の先生は、まあ、先天性の、まあ、疾患が増えているというようなことを言ってまして、でこれはたまたまなんですけど、私はコロステンの外来病院を撮影のためだけに、まあ、2時間ぐらいですね、撮影のためだけにこういろんな病棟を回ってお話を聞いたり撮影したりしてた時にいた女の子なんですけど、例えばなんかこういうよく分かんないケースみたいなのが結構あるみたいで、この子は頭がこの右の写真見てもらったら分かる通りになんか頭から血が出てですね、怪我したわけじゃなくて発作で血が出るっていうなんかちょっと不思議な症状 で前回も同じことがあって皮膚科に行ったんですけど、まあ皮膚科じゃないだろうって最初はアレルギーって言ってたんですけど、アレルギーにしては肌はツルツルっていう感じ で保護者も大変、まあ、心配してるけど原因がわからないと、まあ被爆影響かどうかよくわかんないんですけども、何があるのかわかんないけどいろんな病気があって、疾病率が上がっていると、まあ、そういうような感じに受け止めました。それから外来病院のやはり小児科の先生の、この先生は心臓疾患の専門の先生なんですけど、心臓疾患 の、まあ、受診の子どもがだいたい1日20人ぐらいで大半が先天性ということで、その他ですねリウマチとか、心臓の痛み自律神経失調症のようなケースが多くて、でやっぱりですね重要なのは母親とか先生が気づく、
何かおかしいって気づいて、まあ、受診するっていうのがやっぱり最も重要ということを言っていましたが、やっぱり、ね、現場 の、 小児科の先生は本当に真剣そのものという感じで、なかなかこうすっきりとこう診断できてないっていうところがやっぱりこう皆さん悩みのような感じでした。でこういったですね、その、まあ、とにかくいろいろな疾患がある中で非常に重視されていたのが保養のプログラムです。でこのチェルノブイリ法というかウクライナ法とも呼ばれてますけど、まあ、ウクライナのチェルノブイリ法で、関連してですね、1997年に保養の優先がある子どもに関する閣僚会議決定で、まあ閣議決定ですね、日本でいう。その閣僚によって決定がされて、それによってなんか保養プログラムが、まあ、さらにシステム化されているということなんですけれども、汚染地域の被災者認定された子どもは、まあ、無料で保養を受けることができると。で財政は国、市、それから保証機関といって、ちょっとね、分かりにくかったら、日本でいうと、まあ、年金みたいな感じなのか、年金基金とか、まあ、年金的な感じだと思うんですけど、まあ、そういったところ、保険か年金かちょっと分かんないんですけど、まあ、そういったところが財政負担をしていて、で日数は現在21日間で、当初28日だったものが短縮しています。それから夏の間だけでなくて、1年間、まあ、いろんな時期に実施されているというふうに皆さんおっしゃっていました。で学校のですね、看護師、まあ、日本でいうと養護の先生のような、まあ、その学校の先生が関与していて、で健康診断の結果をもとに教育委員会から外来病院に情報を提供して、まあ、保養の受け入れ人数、診断内容をもとにして、まあ、保養先などを決定していると。で小学校3年生までは保護者同伴で、親はそれに合わせて休暇を取る、で保養先で治療なども行われるということです。で私の謎だったですね、例えば親の休暇21日なのにと思ったんですけど、これちょっと日本の社会で真似するのができるかどうかというと微妙なんですけども、旧ソ連だとですね、基本的に24日間はなんか通常長期休暇が取ることがまあ一般化しているので、基本的には子どもの保養に合わせて親は休暇を取っているということのようです。それから学校の先生で例えばこういったプログラムに子どもにまあ同伴する場合はですね、自分の子どもを連れてっちゃうということができるということで、例えば小さい子を持っている親がですね、学校の先生としてどっか保養に行くというようなことも、まあ、あると。だからかなりフレキシブルな感じがしました。それを私がイメージというか概念図ベータ版で間違ってるかもしれないんですけど、やっぱり日本の官僚のようにポンチ絵を作るのが一番と思ってですね、私なりにポンチ絵をやっぱりなんかね、ポンチ絵とかないんですね、ウクライナに。なんかウクライナ版ポンチ絵とかないんですかとかって聞いたんですけど、ないですみたいな。で、なんとなく私が把握した概念図なんですけども、まずさっき言った一番最初の健康レベルチェックっていうのが、まあ、ルフィエのテストとそれから健康診断で学校でザクッと行われます。でそのですね、内容というのは学校の看護師さんが全部こうリストとして子どもたちのリスト化してるそうなんですね。で それが今度は診断センターに連携していって、より精密検査が必要な子どもたちはその診断センターで検査を受けます。でそこで診断書が出まして、実際のまあ治療というのは外来病院で行います。でさっきご紹介したのがその私立外来病院になります。で診断センターごめんなさい、今回ちょっと紹介してないんですけれども、ここがですね、日本の笹川財団が非常にこうコロステの中ではサポートして、あそこがお金を出したために設立されたという、もう日本に対してありがとうメッセージがすごい、もちろん日本のマーク日の丸がついているですね、笹川財団のバスとか検査バスとか表に止まっていて、とにかく日本の皆さんありがとうという感じなんですね。で、
その外来病院がその保養先の選定委員会で真ん中にドンってありますけど、この保養先の選定委員会というのが役割を果たしておりまして、ここにですね、いろんな保養情報が集まります。で、学校の校長先生ですとか教育委員会で、このね、選定委員会はなんかこう地区によっていろいろスキームは違うらしいですね。教育委員会の中に完全にあるものもあるし、こう委員を出して、組んでるものもあるというふうに聞きました。で、私今回ちょっとその教育委員会の方にお話聞きたかったんですが、教育委員会の方がちょっと病気というか風邪ひいて難しかったので聞けなかったので、これは学校の先生とそれから教育科学省の方のお話を総合してこう作ってみたものなんですけれども、ここに保養情報が一元化されて、で国のいろんな保養先もあるんですけれども、それ以外にも例えば日本とかイギリスとかですね、世界中からの支援がの情報が全部ここに寄せられます。でこれに対して選定委員会の方で子どもたちのですね、状態に合わせてこう配分していくんですね。この学校のこういう子たちはここに、ここの子たちはここに、でこの子は特に目が悪いのでこのプログラムみたいな形でですね、子どもの、その健康レベルに合わせて配分をこう選定していくという感じになっています。それから同行する先生方っていうのもありまして、先ほどあったようにですね、1年間の間実施するというか、学期中にですね、その夏休みっていうのは、夏休みというか日本だと夏休みですけど、向こうだと3学期が終わってから夏休みになって、学年の変わり目ですけど、夏休みはかなり多くの子どもたちが一斉にワッとこうキャンプみたいな形で行くんですけれども、体の健康レベルが低いというか、いろんな疾患がある子どもというのは学期中にも 2,3 回保養に行きますが、そういった子どもたちに対してもここできめ細やかに、治療した方がいいんだったらあそこに行くというような形で配分を決めて、で場合によってはですね、学校の先生が引率をすると言うんですけれども、その先生の引率の仕方もですね、一つの学校の先生が自分のクラスの子どもたちを全員連れていくっていう形は現在は少なくて、その地域の、例えばコロステン市の子どもたちのある一定のエリアの子どもたちを、例えば第12学校の先生が15人って言ってたと思うんですけど、15人引率するとかっていうような形で、そういった先生方の選定もここで行っていくということです。先生にいくら手当が払われてるかっていうところまではちょっと取材できませんでした。そういう形でですね、この委員会というものが機能を果たして、この健康のですねチェックとそれから保養というのを、マッチングしていると、仲介しているという感じになります。で外来病院からこの、線がついてますけど、外来病院の先生というのは専門の先生が普段から学校に行き来していて、外来病院の中にもですね、学校保健の部屋っていうのが小児科の中にありました。でそこにはなんかこう連絡帳みたいなのがあってですね、子どもたちの健康をなんかこうやり取りしているような仕組みになっているようでした。で、時間がもう少しなんですけど、ちなみにですね、保養に関してはもしかしたら皆さんはご存知で、私だけが知らなかったのかもしれないんですけれども、本当に事故直後というか1986年の夏からもうすでに保養が、全子どもというか汚染地域の子どもたち全面的に対象に実施されていたっていうのはあまりよく理解しておりませんで、もちろん最初の頃に事故が起きたんじゃないかってこう噂が流れてですね、バーッとこう避難するというか逃げていった人たちもいるんですけど、その後5月中にですね、学校単位で全員避難というのが行われまして、3ヶ月間8月までですね、保護者が独自に避難した場合は、もうちょっと長期の場合もあるんですけれども、学校単位では5月から8月まで3ヶ月避難して、この夏は首都のキエフも、コロステンとかもそうですけども全く子どもがいない夏だったっていうのを通訳さんも言ってました。
子供が全然いなかったらなんか女の人たちがみんなすごいおしゃれで綺麗だったっていうなんか怖いあの思い出をあの語っていましたけれども、まあ以来ですね27年間、保養というのはだからあの休まずに続けてきているということで、日数が減ったりとか対象人数はあの若干減っていますけれども、まあ、重要な政策として位置づけられていました。それからもう一つなんですけど、これはあの皆さんあの聞きになっている方も多いかもしれないんですけど、もともと旧ソ連であの保養というものが非常にまあ定着していて、労働組合などで、まあ、あのお金を出したりしてですね、親が半分出して労働組合が半分出してみたいな形の保養というのが非常にあの広がっていまして、であの皆さんどこに行っても話が出てくるのはこのアルテックっていう施設なんですね。でこれはあのチェーホフのあの別荘ダーチャがあったリゾート地にある青少年の施設で、まあイメージ的にはオリンピックセンター豪華版みたいな感じなのかなっていうイメージなんですけれども、まあ、とにかくあの150の建物があって3つの病院があって学校と映画撮影所があるっていうあの素晴らしいところで、なんか少年少女の憧れのあの場所だったらしくて、優れた子どもたちがここに集まってですね、あの英才教育を受けるっていうあのそういう場所らしいんですけれども、あの昔からやっぱりこう保養に行くっていうのは非常にこうポジティブに取られていたためにあの継続しているという意味ではちょっと日本と違うかなというふうに思いました。で、まあ、こういったあのプログラムが行われていることに対して、首長はどういうふうなあの考えを持っているかっていうことなんですけれども、コロステン市のですねモスカレンコ市長、今回今4期目で今すごい人気がある市長なんですけれども、あの彼はですね、実はこの先ほどお見せしたですね支援チームの報告とかですね、いろいろあるいは例えば日弁連の報告書とか見ても割とこう経済優先っていう感じのですね立場で、チェルノブイリ法に対しても結構否定的な論客として登場する人なんですけれども、で、まあ、あの健康低下と被爆影響については否定する立場なんですけれども、よくお話を聞いてみるとですね、あの彼自身は汚染地域の居住リスクというのははっきりとまあ認めている立場なんですね。でどちらかというとですね、やっぱりこう幅広く薄く保障されている現行の制度には不満があって、医療が必要な人に手厚く支援すべきという立場なので、まあ、そういった意味では現在のそのチェルノブイリ法があの、まあ、200万人の人たちに幅広く支援されていて、あの不十分であると、不十分っていうのはその薄くて広いのがあの十分ではないというふうに考えているというふうにあの見た方がいいのかなというふうに思いました。それから、もう一つなんですけれども、彼自身は子どものやっぱり健康が一番大事っていうところは、これねあの政府の報告書とかやっぱ全然こういうの点聞いてないんですが、あの市長はそこはもう強く強調してました。汚染リスクがあるということを前提に、彼自体は被爆の件との影響は否定する立場ではありますけど、とは言ってもそうは言ってもですね、確定しているわけではない中で予防をするのはあの原則ということで、健康診断、予防、保養は重要と、もちろんあの汚染地域をきちっとですね、支援するということはあの重要という立場でした。ただこの彼は個人的見解として移住政策自体はですね失敗だったんじゃないかという立場なんですね。それはあの、一旦移住した人たちが半分ぐらい戻ってきてるっていうことに基づくものなんですけれども、まあ、そういうような考えを示していました。でさらにですね、教育科学省の、この方は一般教育校というのは先ほどお話した通り一般の公立です。6歳からあの11年間通う、学校の中で保健分野を担当しているですね、主任専門官エレーナさんと言いますけれども、彼女にも、まあ、この、 あの全体の教育 の、 あのプログラムについてお聞きしました。であの彼女のコメントは先ほど来あのいろんなところに使わせていただいたんですけれども、あの教育省の中で、まあ、この保養とかですね現在も継続していることについて、やめるとかですね、
そういった議論はないのかというようなことを聞いてみましたら、これについてはやめろという声もないし、継続していくことについて疑問はないと、国の義務であるということはかなり強調されていまして、汚染地に住んでいる子どもたちは大切なので、余計な負荷を与えないようにすべきという立場でした。で、政府の中にはチェルノブイリ法について疑問の声があるようですと、日本の報告書にはそう書いてありますと、特にですね、政府の報告書の中で保健省 の, リフタイロフさんという人が非常にこう否定的なことを言っているもんですから、ちょっと聞いてみたんですけれども、教育科学省としてはそういう声はないと、いやもしかしたら1人ぐらいいるかもしれないけど基本的にはいませんというふうに、答えておりまして、そういう意味では現行のものについてですね、やっていくことについて、教育科学省としては非常に重要だし、日本もぜひ同じように頑張ってくださいというようなことを言っていました。で、ちょっとキエフにも行ってみたので、ここにダーッと長く書いてあるので、これは目を通していただければと思います。で、このキエフっていうのはコロステンよりは線量が低いんですけど、なんていうのかな、第4級に指定されてなくても第4級ぐらいなのかなっていうふうに私は思っているんですけれども、91年当時おそらく 0.5 マイクロ、年間 0.5 ミリシーベルトぐらいのエリアにはあったのかなと思っていて、でキエフの学校にも行ってみたいというふうにリクエストしていたんですが、今回ですね、取材したところはちょっと特殊な学校だったんですね。調整していただいたのがコーディネーターさんに。で、この学校2つはですね、その避難者たちを受け入れるために本来は大きな団地があって、その大きな団地に新しくできた学校だったんですけど、ちょうどその団地の募集を始める年に事故が起きたので、全員避難者がその団地に住むっていうような形になりまして、この2つの、第270と259というのこの2つの学校は 30% か、多くの子どもたちが、リクビダートルと避難者の子どもというような構成になっています。で、ちょっと今お話しすると長くなるので、これはちょっと文章を見ていただければと思いますけれども、先生それぞれ20年以上ですね、ここの学校で、校長先生をしていて、やはりコロステンとはちょっと違いますけれども、それなりに、健康の課題はあるというお話をしてくださいました。で、最後にちょっとまとめていきたいと思うんですけれども、政府の報告書によりますとですね、これ政府っていうのはごめんなさい、ウクライナ政府じゃなくて日本政府なので日本って書いておいてください、なんか誤解が生じてしまう。日本政府の報告書、先ほど言ってた秘密の報告書によりますと、今申し上げた通りにコロステン市のモスカレンコ市長は、被災者認定されている国民が多すぎると、それから除染や医療などの真の支援に集中すべきと言っていて、それから国家戦略研究所のナスビット主任研究員、チェルノブイリ法はソ連から多額の資金を引き出すためのものであり、ソ連から独立を企画して制定されたものであったなどですね、あとフォロー者さんもですね、疾病のリストが広くなりすぎているとか、それから先ほどお話したリフタイロフさんも、そのようなことを言っているんですけれども、実際に取材して、政府の報告書は医療関係者にもヒアリングしているんですけど、全部その部分が含まれていなくて、やはりそういう意味では全くその現実に起こっていることを、見てない報告書と言わざるを得ないなというふうに強く思いました。で、被災者認定されているわけではなくて、むしろ被災者認定されてない子たちもいるという状況ですので、そういう意味では
なんというか実際にちょっと日本に伝わっているというか公式に伝わっていることと現実には結構乖離があるなというふうに、思いました。でちょっと障害者認定については割愛したいと思います。で最後にですね、ちょっとウクライナ報告書の話をしたいと思うんですけれども、2011年に、ウクライナ政府がですね、事故25周年を、記念する形で報告書を出したんですけれども、今回直接この報告書のですね、健康影響に関する書を統括された筑摩博士に、お話を聞いて、改めてなるほどって思ったのがですね、この報告書について結構世界的に科学的ではないとかですね、あるいはIAEA もそういうような立場だったり、あるいは日本の報告書でもそういった言われ方をしていますけれども、この副題というかタイトルがですね、 Safety for the Future と書いてあって、彼がはっきり言ったのが、コンセプトは現実に起こっていることを報告したものであって、統計をまとめたものではありませんと。で事故の放射性物質の影響を低下されて住民を保護するためにこれは作っているのであって、予防のためにやっているものだということを言っていました。で実際のところですね、自分たちは疾患を直接見て肥がん系の疾患も悪化しているという事実があって、将来的にやっぱりそれを最小限にとどめるための対策をここに書いているのであって、IAEA の出しているような報告書とですね、コンセプトが違う、対立するものではないというふうな説明をされていて、なるほどというふうに、思いました。で、それからですね、先ほどの政府の報告書に出てきているうちの、何人か会いたいと思って、あった一人のナスビットさんという国家戦略研究所のですね、方で、今中さんとも仲がいい方なんですけれども、彼はちょっと原子力村みたいな感じのタイプの方でですね、子どもたちの病気と放射性影響は否定する立場の方なんですけれども、彼と話していて、改めてですね、この今チェルノブイリ法が日本で否定されていることについていろいろお話をしてですね、彼らが本当に問題視しているのが何かっていうことを問い詰めていくとですね、彼が言っていたのは、今ウクライナでは人の住んでいる地域で年間1ミリシーベルトを超える場所はもうすでにないんだと。ないんだけど、いまだに1991年の段階の2290の村が4級以上、0.5 ミリシーベルトですけれども4級以上に指定されていて、そして保証金が払われているというのが納得できないと。で実際のところ4級以上は現在だと350の村しかないはずなので、それを変えたいんだけど、これはロシアやベラルーシとちょっとウクライナは違うらしくて、ウクライナはずっと見直しが行われてないようなんですが、チェルノブイリの法の改正の仕方が非常に難しくて、被災地からボトムアップで声を上げていかないと改正できない仕組みになっているので、実際に手がつけられないと。だから日本は真似するなというふうに言っているんですね。ということはですね、日本の実情の20ミリで避難するとかいうこととなんか若干隔たりがあってですね、もう1ミリのところいないのに保証しているのが納得いかないっていう彼の言い分はやや納得しちゃうっていう私が言いまして、なんとなく実際に言ってることと伝わっていることが違うのかなというふうに思いました。また彼はですね、チェルノブイリ法を現在 その改正できないという枠組み含めて占領基準というかな、保証 その基準については納得してないんですけど、何らかのやはりそういった法体系、チェルノブイリ法のような規制の体系は必要だというふうに考えていて、とりわけですね、子どもの健康管理、それから給食保養というものは必ず必要であると。でこれはもう強化むしろすべきであるというような立場でしたので、被爆影響の因果関係を認めてないという方々の多くもですね、やはり
そのこの問題についてはきちっとやった方がいいという立場を取っているというのが今回、まあ、印象的でした。ですのでですね、意見が分かれている部分もあります。特に、まあ、疾病は本当に多岐にわたってこれ因果関係を証明していくというのは極めて困難だなというふうには思ったんですが、一方でですね、日本でちょっと全然手がついていない健康診断と保養プログラムについてはおそらく誰に聞いてもこれを否定する人はいないっていうことが今回の、まあ、私自身が感じたことでした。でこれは本当にいろんな立場の人たちが声を揃えてこれだけは絶対やらなければならないと言っておりました。で最後にですね、そういう意味では日本政府の中で一番感じましたのはやっぱりその市長が言ってた通りですね、放射性物質が、まあ、降下したエリアにはやっぱり汚染地域としての居住リスクがあるっていう、まあ、それ自体が前提であるっていうことを認めることがまず日本においては行われてないので、まずそれ自体が行われる必要があるんじゃないかというのが一番感じたことです。でさらにですね、まあ、もちろん避難と移住問題ちょっと今回きちんと含めていないんですけれども、もし汚染地域に暮らすのであればですね、その子どもたちを守るための軸というのはやはり学校というのが非常にまあ重要なものであったので、まあ、日本でもですね一つ考えていくべきものなんじゃないかと。で我孫子がですね学校健診の中で、甲状腺のまあ触診をやってるわけですけれども、まあそれは触診だけですけど、やっぱり学校健診ちょうど実は文科省で学校健診の見直しの審議会が先週なんか報告書出しちゃって終わっちゃったんですけれども、タイミングを してしまったんですが、やっぱりその学校健診のようなですね普段あるものをきちっと拡充しながら、検査をですねよりきちっとできる仕組みを整えていくっていうのは有効なんではないかというふうに思いました。もちろん保養プログラムですけれども、今まあ学校主体でなんかこう手を挙げてみたいな感じになってますけれども、やはりそうではなくてですね、もう少しこうぎっちりと保養というものを位置づけないとまずいんではないかというのも同時に思いました。それから保健の先生でいいのかっていうのはあるんですけれども、ウクライナでも看護師さんがいるわけなのでどうするかっていう問題はあるんですけど、やっぱり学校の中できちんと子どもたちの健康把握っていうのがなされてですね助言するというようなことも重要だというふうに思いました。でですね、健康診断の考え方で、これは実は内分泌研究所ですごく感じたんですけど、今例えば福島県の県民健康管理調査の甲状腺検査がですね、エコー検査だけしてなんか挨拶もあんまりしないまんまにですね、エコー検査だけしてこうなんか膿胞とか結節とかチェックする仕組みになってるんですけど、やっぱり健康診断っていうものを本気で考えた場合ですね、基礎となるのはやっぱり問診と触診というか、こう体調がどうなのかっていうところにやっぱり原点は来るんじゃないかというふうに思いました。つまりですね、検査っていうその機械を使った検査っていうのはやっぱり二次的なものであって、体調がどうなのかっていうことをですねまず聞かないといけない、それを記録していかないといけないっていうのは当たり前のことなんですけれども、それがもちろんウクライナで行われてるんですが、日本でもそれがちょっと抜けているっていうところが大変懸念されていて、でとりわけ甲状腺でいうとですね、甲状腺がんというのはまあもうもちろん増えたわけですけど、それの何倍もやっぱり甲状腺炎と言われているような、まあ、さまざまな甲状腺の疾患っていうのはもう本当に広くこう広がっているわけですよね。で甲状腺だけじゃなくていろんな疾患があるので、そういう意味では触診とか問診とか、まあ、普通の検診を、まあ、基礎にした上できちっとしたエコー検査とかあるいは血液検査というような体系を持っていくという、まあ、機械的にやればいいっていうのはすごく違うものであって、学校とかですねそういうコミュニティを軸として
やっていくという枠組みが必要なんではないかというふうに思いました。それからもう一つ感じたのはですね、今福島県立医大が中心になってるんですけれども、専門病院という形でですね、例えばウクライナでは内分泌とかそれぞれこう専門の心疾患だったら心疾患とか専門の病院がですね、それぞれ手術などを見ていますので、今のこのちょっとガラパゴスっぽい枠組みはちょっとなんかむしろ危険なような気がしていまして、そういう意味では病院の体系というのをもう少しきちっと見直す必要もあるというふうに思いました。はい、で最後になりますけど、避難とですね、移住についてほとんど触れることができなかったんですが、この分野はやっぱり意見が非常に分かれるところではあるんですけれども、やっぱりウクライナで、市長がネガティブに捉えていることの一つは、ね、やっぱりその移住先で定着できなかったことっていうのが一つはありますので、やっぱりこの分野をきちっと支援するためには本当就労がないと難しいんだなということはちょっと同時に感じました。全体としてはですね、とにかくその居住リスクがあるエリアで生活すると。で私自身はですね、この健康診断をどこからするべきかというとですね、やっぱりですね、年間1ミリじゃ本当はないんだと思うんですね。やっぱり年間 0.5 とか言ったらみんなわーとかも言うかもしれないんですけど、つまり東京とかですね、幅広いエリアで、まずはやるべき問題 で最初からその壮大にやらなくてもですね、きちんとしたリスクがあるという観点で触診とか問診とかですね、そういったもの、それから関東であったらもちろん甲状腺の問題とかは念頭に置いたものっていうのはやっていくべきなんだろうというふうには思いました。ちょっとなんか大幅にオーバーしてしまったんですけど、ダーッと説明して飛ばしたこともありましたけど大変申し訳ありませんが、とりあえず以上です。はい、白石さん、貴重なご報告ありがとうございました。日本とはあまりに違う対応にかなり私は衝撃を受けております。ですね、日本においては先ほども申し上げたように、子ども被災者支援法第13条の中で、一定の占領以上の地域の、子どもたち（胎児を含む）が生涯にわたってその検証を受けられるように国が適切な、処置をするということですとかが書かれているんですね。で保養についても書かれているんですが、保養については少なくとも私が知っている限りはですね、かなり民間団体頼みになっていて、休みのたびに保養に行きたいという、子どもたちが保養に出ているというのが、実態ですね。ですからその、全員で保養に行くというような学校の仕組みというのは、移動教室という形で今試み、今日も伊達市で保養移動教室第1号にの取り組みを尽力された指導元校長が見えておりますが、そういった形で今少しずつ取り組まれているんですが、まだ体系だって今お話にあったように学校を核として診断センターでしたっけですとか、その保養選定委員会というようなものが作られて、学校医療機関の連携のもとの保養というのが全然まだ道は遠いという感じですね。はい、今日はですね、国会議員の方もお見え、ちょっと一言ずつご発言いただいてもよろしいでしょうか。生活の党の小宮山康子さん、お願いいたします。生活の党衆議院議員小宮山康子でございます。大変途中からになって、ですけれども大変興味深い、また資料の方もざっと今メイトさせていきましたけれども、本当にまず先日自民党の先生方から私どもの党におきまして、私もそうなんですけれども、がんの発生が福島で増えているということを聞こえてくるというようなことを言いましたら、議事録の削除を求められてきました。削除です。最初の
自民からの最初の言葉はかわいそうだからとか風評被害だという言葉でした。正直申し上げまして私も本当にその反応にはびっくりいたしましたが、最終的には、科学的データ出せとかすごいことをされていたんですが、向こうも出せないの分かっておりますので、憲法51条盾に、この問題に関しましてはそのまま、議事録私のうちの鈴木幹事長の本会議での代表質問の時とかもそのまま載っております。ただ本当に心配でありますし、まずその時も私交渉している中で、これから戻るのに風評被害をどうするんだという声、ものすごい感情で来られたのには驚いたところでもあります。やはり冷静にこの問題は特に福島県自民党の先生多いわけですから、本当に冷静に、こういった事例を学んでいただいて、子どもたちのため、そして不安をなくすということが何よりも、先ほどの子どもが視力が保育園に行くとなくなるというのはやはり不安がないんだと思います。まあ、これはそう私の推測ではありますが、やはりそういった環境を上げてこそ政治の責任が取れるんだと思っておりますので、また本当にこの問題まだまだ、科学的にそういう意味では全てが実証されているものでもない、だからこそしっかりと心配をしながら、そしてをきちんと現場の方と心配を共有しながら、政策をしていかなければならないんだと思っております。ということで私もたちも皆様の声しっかり受け止めさせていただいて、また同じ思いをする議員と一緒に頑張っていきたいと思っております。今日は本当に素晴らしい報告またありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。はい、参議院議員の川田隆平議員が見えていますのでお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当に報告ありがとうございました。私もやっぱり今回のこの子ども施設支援法をですね、いかに実施していくかというところで、まだ残された13条健康診断の部分ですね、やっぱりしっかりとやっていくためには今環境省の方で有識者会議も作られて進んではいますけれども、進んでないというかですね、ほとんど検討ということですので、官僚にとって検討という言葉はやりもやらないということと同義だというふうに思ってですね、やっぱりしっかりとこれは進めていく方向で、しっかりこの国会議員の方でまたこれを動かしていかなきゃいけないというふうに思っています。これは復興特別委員会でも質問に立ちましたけれども、やはりこの環境大臣の認識があまりにもひどいんですね。なのでちょっと環境省をっていうよりも環境大臣は変えないとダメかなというぐらいあまりにもひどかったので、ちょっとそこの点はですね、やっぱりぜひ皆さんいろいろと追及していただければと思いますし、それからやっぱりそうですね、やっぱり国会議員にやっぱり先ほど小山議員からもありましたように、やっぱ国会議員がやっぱまだまだ認識不足ですので、こういったことをですね、やっぱりぜひ伝えていくということを、これ個別にやっぱり議員にやっていくしかないと。で、個別にやっていかないとですね、実はそう思ってるんだけど表では言えないというような人が結構いますので、本当にそういう意味でやっぱ国会議員一人一人にですね、やっぱりこれ当たっていって、やっぱりぜひ国会議員をこういう状況なんだよということの現実をやっぱりしっかり伝えていくということがやっぱり必要ではないかというふうに思います。でないとやっぱり隠された、映像報告じゃないですけど、隠されたチェルノブイリ報告のようにですね、こういった問題がずっと隠されて、報告が間違った報告が国会議員に届けられて、間違った認識のまんま、こうした国会で決めていくべきものや、その国として決めていくべきものが間違った認識のもとにこう進んでいってしまうということが今までのいろんな経過ですので、やっぱりぜひこうした現実をやはりぜひ突きつけていくということを、これから皆さんと一緒に頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお手元の資料の説明なんですが、はい、白石さんのパワーポイントの後についているチェルノブイリ出張報告というのが、これが先般毎日で報道された、政府の出張の、報告書ですよね。これがその秘密裏に国会議員に配布されていたというものが、毎日のその開示請求で出てきたというものです。ちょっと資料の閉じ方に乱れがありますが、
その裏が実は白石さんのパワポの続きになっていますので、ちょっと、乱れがございますが、すいません。で、その政府の報告書が、全部で30ページあって、その後ろにですね、この、この経緯ですね、この政府のがウクライナに出張に行って、まあ、報告書をまとめてそれをその国会議員に配っていたというような、経緯の、まあ、が毎日新聞の記事ですねが、その後ろに付けられています。ご参考にしていただければと思います。はい、それではですね、続きまして、東京学芸大学准教授の大森直樹先生にですね、まあ大森さんはですね、東日本大震災の後、東北の教育現場などを、調査されたり、あるいはそのここに書かれていますように、東日本大震災と教育界、あるいは福島から教育と命、大変素晴らしい本だそうです。そう、岩波新書です。岩波ブックレットだそうです。ぜひ皆さん読みましょうという本を書かれていますが、コメントをいただければと思います。ご紹介いただきました大森です。白石さんの報告はもう本当に多岐にわたってまして、本来であれば医学あるいは保健、それからですね、福祉、さまざまな分野から の質問あるいはコメントが重ねられて、認識が深められるべきなんですけれども、ここからそうですね7分ぐらいでしょうか、私の方での、まあ、コメントっていう役割なんですけれども、教育現場から今の報告を聞くとどういうことが出てくるのかと、そういうふうに範囲を限定した形になります。でこちらの方がいいですか。東日本大震災、原発災害が起きてからなんですけれども、なるべく広く教育界から出されたさまざまな資料を集めるようにしてきました。大体1000ぐらい集めまして、そのうちの450点を2つの資料書に整理をしたんですけれども、私が触れることができたのはその範囲です。その中からのコメントということを最初にお断りします。それで多岐にわたっているだけではなくて、一つ一つ のお話になられた内容が重いですね。この問題考えるとき、ウクライナの状況と日本の状況の、違いと共通点、一つ一つ整理する必要があると思うんですけれども、まず共通点はウクライナも福島も、福島には限定されませんけれども、放射性物質による汚染地で多くの子どもが今もずっとですね生活をすることを余儀なくされている。これは大きな共通点だなというふうに思いました。それでここからが違うところになってくるんですけども、こうしたことが起きてしまった後で、どういう施策を打っていくのか、教育政策、教育に関する事業、どういうふうにそれをやっていくかということですけれども、結論の半分を、先回りしてお話しすると、日本の教育界はほとんどやれていないなというふうに思います。いくつかちょっと根拠も示したいなと思うんですけれども、お手元に A3 の2つ折りの資料ございますでしょうか。原発災害と教育界の課題ということで、裏表に印刷したものをお配りさせていただいています。コメントするためには違いをちょっと抑える必要があるので、少しだけこちらに言及します。まず一つ目なんですけれども、福島はですね、今も子どもを汚染地にとどめる政策が継続をしています。3つの政策の影響が大きかったと思っています。で、一つ目は原子力災害対策本部による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定だったわけですけれども、このことによって教育界に何が起こったかに注目をしています。公立の15校が臨時休業になって、公立の53校がこの措置に伴って臨時移転となっています。その範囲というのは裏側の図1を見ていただくと、
どういう形になっているのかということが少し捉えやすいかもしれません。それでこの合わせて68校の子どもたち教職員がどういう経験をしたのか、実はそのことについての整理やレポートもまだほとんど行われていません。あともう一つ指摘しなければならないのは、これだけの学校が何の事前準備もなく休業移転を余儀なくされていったわけですけれども、これはなし崩し的にこういう措置が取られたということで、形式的な意味においても実質的な意味においても、教育政策ではありません。でもう一つ重要だったのは、この避難区域の設定によって年20ミリシーベルトを超える区域の住民には一応避難を求めるけれども、それ以外の地域の住民には最小限の対応しか行わない、そういう政策の方向性がこの措置によって鮮明になりました。で次に出てくるのが一応形式的には教育政策です。2011年の4月19日でしたけれども通知が出されました。でこの通知については、教育を継続する判断の目安を年20ミリシーベルトにしましたので、このことの問題性は多くの方が共通に認識をして、批判反対が行われたのは周知のことです。で具体的にはこれ、校庭が1時間 3.8 マイクロシーベルト未満ということになってるんですね。それで、私がちょっとここで強調したいのは、この通知が出されたことによって教育現場に何が起きたかということなんですけれども、一方では今指摘したように、人々の不安を政府に対する怒りへと転嫁させていったということがあると思います。これは少し見えやすい話だったんですけれども、もう一つはこんなに線量が高い中ではあるんだけれども、国が大丈夫と言っているのだからそれに従おうという意識と行動が引き出されていきます。前例がない措置ですから、どの立場の人もこの時期は迷っていました。その時に国が大丈夫だって言ったことの意味は大変重かったと思います。実際この通知が出された後の地域、これをちょっと私たちは平常教育区域っていうふうに呼んでいるんですけれども、平常教育区域で臨時移転臨時休業をした公立学校は今に至るまで一校もありません。ですから、大変意味が大きかったというふうに思います。で3つ目がやや複雑です。8月26日に出された文部科学省の通知なんですけれども、これはですね、表看板は、非常に何て言うんでしょう、一見すると少し良きことが書かれています。というのは、これまで20を目安にしていたけれども、これからは1ミリシーベルト以下にしますということです。しかしこの通知をよく読みますと、具体的には線量が1マイクロシーベルト未満なんですね。これ24時間と365日をかけると 8.8 ミリシーベルトになっているんです。まあ、これは365日でなく学校にいる200日で計算しました。屋外滞在時間8時間と計算してましたけれども、これからは2時間と計算します。そういったことがありまして、換算後の数値がなぜか1マイクロシーベルトが1ミリシーベルトに収まるということなんですね。でさらに問題なのは、この2つの通知には共通点がありまして、どういうことかというと、地域における線量がどんなに高くても学校内が一定の基準値以下、まあ、その基準値の高さをめぐって議論が行われたわけですけれども、地域がどんなに高くても学校が一定以内であれば平常通りやっていいんだということなんですね。でこれもその後の、学校にどういう変化があったかという事実で抑える必要があると思うんですけれども、この2つの通知が出された後臨時移転臨時休業が、ないわけです。でこのことについてはもう一点後で触れたいことがあるんですけれども、じゃあ今の報告を聞いて、教育政策教育についての諸事業がですね、あまりにも違いが大きいということが鮮明になったんですけれども、じゃあ日本で今日の報告をどうやったら生かせていけるのかということを最後にお話ししたいと思います。お手元の資料ですと、右側の上から3分の1のところに学校の集団避難と雇用を前進させる条件というふうに書いておきました。でここでは先ほど の法律を作る意味のある動きについてもご報告がありましたけれども、
もう少し具体的な教育行政や学校現場の具体的な取り組みに近いところで4点ちょっと概観していきたい、振り返っておきたいことがございます。1つ目は2011年の4月26日だったんですけれども、福島県教職員組合が福島県教育委員会に対して線量の高い学校での授業は行わず、休校もしくは放射線量の低い地域の移転など子どもの受ける線量を減らすための具体的措置が必要なんだ、こういう提起を4月の段階で行っています。最も早い時期の提言の一つというふうにして、押さえておく必要があると思います。二つ目なんですけれども、被災した学校の集団避難を受け入れていく提案、他県の自治体によって行われていました。3月31日、熊本県、中学校丸ごと1校受け入れるよと。これ行政が提言をするわけですから、関係諸機関の合意、予算の裏付けもしてですね、手を挙げるということが私が新聞で読んだ範囲だけでもございました。それから行政ではないんですけれども、例えば全国に今ハンセン病の療養施設が13カ所ありますけれども、その療養施設の管理をしている人たちも私たちが受け入れますよと、これは学校の移転に特化した提案ではありませんでしたけれども、こういう提案が行われていたんですね。一番ちょっと私が注目してきたのは3つ目なんです。5月15日からだったんですけれども、郡山市に立地する福島朝鮮初中級学校、東北には朝鮮学校が2つあります。1つは仙台の朝鮮学校で、あと仙台にある東北朝鮮学校で、校舎が傾いて使えなくなった、大変内陸ですけども大きな被害を受けました。でもう1つが福島の朝鮮学校だったんですね。で私は気になって5月に訪ねたんですけれども、もう子どもたちがいないんです。どうしたんですかというふうに理事の方がいらっしゃったので、留守番をされていたので、実はですね、私たちは、こういう表現をされていたんですけれども、合同事業をやってるんです。そうおっしゃってました。本当は避難なんですと。だけれども地域で日本の公立学校と日頃ずっと交流をしてるんです。いい交流をしてます。でその日本の公立学校の人たちが避難をできないような状況、そういうことを考えると避難という言葉が言いづらい。それから残念だけども日本社会には差別があるから、僕たちがやった取り組みが事実の通り正確に伝わらない恐れがある。ですから、新聞にもあまり載せないようにしてもらってるし、表現もですね、合同教室っていう表現をしてるんだと。しかしこれは避難だったんです。在校生15人全員が校長先生含めて教員と一緒に、理事のもう年配の先生がマイクロバスを運転をしてですね、2週間行っては、2週間に1回戻るということを2012年の12月まで継続をしました。子どもを放射線の被害から守るため、教職員と保護者が協議を重ねて、それを実際に行動に移した重要な事例だというふうに考えています。でなんでこういうことができたのかということについては、何人かの人が分析をしています。でそのうちの一つなんですけれども、いくつもの要因があります。避難ができた。でそのうちの一つが、先ほど駆け足で分析した4月19日の文部科学省の通知の及ぶ教育行政のラインの外に置かれていたんですね。そのことの意味が非常に大きかったというふうに私たちは分析を今しているところです。それから4つ目です。日本の公立学校でも伊達市が市内の9つの小学校を新潟県に移動教室の取り組みです。保養の取り組みとして私も大変注目をしているんですけれども、実際伊達市を除くと NPO など民間のベースでされているのが今の日本の教育界の実情ではないかなというふうに思います。じゃあこういった差を踏まえてですね、それから、一定の事例も踏まえて今後何をするべきかということなんですけれども、ここでは4点まとめてみました。で1つ目、子どものためにいかなる判断が必要かをめぐって教職員と保護者は協議ができます。で協議の結果を行動に移すことができます。でこれは原発災害への対応の事例ではありませんけれども、例えば、宮城県の石巻市の雄勝町では津波で学校が倒壊します。どうやって再建するか、最初の行政のプランが
地域の復興とちょっと合わないところがある。地域住民、学校を考えて、こういう再建プランでやっていきましょう。行政もそれを認めて行われるということが、日本でも行われているんですね。それから2つ目です。子どもは自然の中でのこそ伸び伸び育つ。日本の教職員には自分たちの取り組みを教育実践記録といって文章にする文化があるんですけれども、その中で、ああ子どもはやっぱり自然の中で育つんだなということが実は確認をされてきているんです。そのことを哲学にして、さまざまな法律であるとか提案のやっぱり基礎に据えていくべきではないかなというふうに思います。それから3つ目、ここでは学校集団避難に引き寄せて、教職員の配置の問題を書きましたけれども、これは実は先ほど白石さんからも言及があったような、保養の取り組みに関しても教職員配置のことは非常に重要だと思います。日本には義務教育標準法という比較的良い法律があります。でこの法律は子どもの数に応じて教職員の給与を保障する法律ですし、しかも双葉町では、これお金は3分の1が国、3分の2を福島県なわけですけれども、その教職員配置をすでに県外に配置をするということが事例として行われているんですね。こういった教職員配置について私たちが認識を深めることも重要だと思います。それから4点目は、やっぱり我々がこういった議論や提言や取り組みを行ってですね、立場を超えて協力することだと思います。今日お話ずっと伺ってまして思ったんですけれども、実態として雇用は公的にはほとんど行われてないってことですよね。日本はもう非常に差がはっきりしたんですけれども、で集団避難に至っては、朝鮮学校だけという状況なんですけれども、これがですね、例えば私たち教育会、教育学者、教職員組合、教育委員会が議論を尽くして、日本ではやれないねという議論の結果としてこういう状況があるのではないんですね。ほとんど議論もないままなし崩し的にこういう状況がありますから、子どもたちの置かれている状況を思うと大変歯がゆいんですけれども、このような会を何回も開いて議論をして検討するということを、それはきちんとやって、そこからまずきちんとやっていけなければいけないなというふうに思います。ちょっと時間がありますから、ここで、はい、一度区切らせていただきます。はい、ありがとうございました。それではあと15分ぐらいしかないんですが、ここで質疑の時間としたいと思います。白石さんにでも大森さんにでもですね、今のお話の中でご質問がある方は挙手をお願いいたします。はい、大変嬉しい報告を持ってきていただいてありがとうございます。この報告を見ますと、本当に我々の将来が暗淡たるもんだなというふうに思っております。こんな状況、誰もまた我々の将来を予測できるはずがないんですけども、まあ、白石さんにお伺いしますけども、安倍総理が過去にも現在にも将来にも影響はないって言い切ったんですね。彼はこのことについてどう思いますか。私にはとても、なんでそんな自信あるんだろうと。私でさえ今朝も鼻血出ましたし、目はおかしい、喉は最近どうも気道が狭くなってですね、おかしいんですね。 息がしにくいんです、朝で、もちろん疲れやすくて風邪ひきやすい、そんな状況をどんどんと今進行中です。声ができてるうちもう声を出し切ろうと思ってますけども、まあ、こんなことが福島県内では進行しております。私がこの前仮設住宅に行ったら、やはり郡山市の非常に放射能の濃いところで、何回も何回も福島県庁には移動をさせるように、こんなところに置いちゃダメじゃないかということで移動させるように要求したんですけど、全然対応してくれませんでした。その方たちの状況は大変疲れやすい、頭のこの辺が痛いっていうのとですね、いろんな症状が出てます。しかしそれを安倍総理が将来もない現在もないと言い切ったことについて、どうでしょうか。現場を見てこられた白石さんの感想をお願いします。茂木大臣がですね、
やはりウクライナに最近ですね行かれていて、私は NHK ですね、ニュースで見たんですけれども、その中でやはりウクライナで疾病率が上がっていて懸念されているということが報告の中にあったというのが、少しそのニュースの最後に付け加えられていたんですけれども、その因果関係が証明されるかどうかは別にしてですね、その子ども大人問わず疾病が率が増えていたりとか上がっていたりとか、そういったことを否定するのはなかなか難しいと思いますし、それは安倍総理に伝わっているかどうかわからないですけども、少なくともですね根本さんはナスビットさんに会ってますし、茂木さんもそうなんですけれども、これ自体をやっぱり真っ向から否定して全てを組み立てるというのは、それこそちょっと川田さんお帰りになりましたけれども、それこそ HIV エイズで、郡司さんがやったようなですね、恐れがあるのを無視したっていうことと、同等なのかなということを改めて感じました。つまり普通に学校に行けば皆さん接することができるんですよ。私は中学校2年生3年生の娘がいますけれども、今現在はようにたくさんの子どもたちがですね慢性の疾患を抱えるという状況はもちろん見たことがありませんので、普通に取材してそれを見ないことにするというのは非常に難しいことだというふうにむしろ思います。現場を見ればそういう意味では100ミリ以下は問題ないと言ってですね切り捨てるという政策がこのまま、野放しという言い方はあれなんですけれども、このまま続くというのは大変懸念されるというか、特に今度20ミリで帰還して、例えばその飯舘村のような、地域が4月以降帰還していくということは本当に大変懸念されるというふうに思いますので、そこは結構真剣にですね取り組んでいかないといけないというふうには思いました。はい、何かご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい、後ろの方お願いします。なんかちっちゃい質問なんですけど、健康診断の先生行為ですよね。でこの方はこれが健康強化校だから、常駐でいらっしゃるんでしょうか、というかその行為、日本の場合行為も日本の場合も行為の先生大体いらっしゃるんですけど、その辺がどうなってる。この学校はですね、その先生は常駐されてるんですね。でどっちかというと、今までは確か入院系のです、ね、中央病院というところで小児科されてた先生だと思うんですけれども、最近になってですねリタイアされたのかどういう経緯か分からないんですけど、現在は常駐されていて、先ほどお話したように歯科医師さんは週3なんですけれども、行為というかその先生は常駐されていて、看護師さんのが細かく生徒のリストとかをチェックしてるんですけれども、彼女は彼女でいらっしゃるということでしたので、私が行った時もいらしたんですけれども、そういう形です。ただ全ての学校にいるというわけではありません。ただですね、日本の校医さんっていうのは本当に研修の時しかいらっしゃらないイメージが私あるんですけれども、なんかもう少し深い関わりのようで、しょっちゅうっていう方は変なんですけど、その常駐してない学校もですね割と頻繁に危機があるような感触を持ちましたが、ちょっと何日間その何回行ってるかっていうところまでは把握できなかったです。私もこの間学校保健学会っていうのにちょっと行くと、養護教員がいますよね、大体日本の学校は。で要するに病気とか詳しいことになると、その校医の先生とかその関係 その医療機関に聞かなきゃなんですね、養護教員の方は。だけど非常に聞きにくいっていうか、嫌がられるとか、すごい忙しいから時間の中でとか、なんかすごい気を使いながら養護教員が日本の場合やっている状況があって、だからそれは多分福島に限らないと思うんですけど、だから日本は非常に、要するに学校環境そのものがこの事故とか災害がなくてもあまり良くないので、そこから何とかしないとっていう感じはしています。
そうですね、日本の養護の先生っていうのはなんかこうちょっとサボるっていうか疲れるっていうか、オアシス的な位置づけとしては非常に素晴らしい場所だと思うんですけれども、医療的な部分というか、そのウクライナにあるようなちょっと専門的レベルがちょっと高い感じがしまして、置いてあるものとかもちょっとね違うっていうか、そういう意味ではちょっとその保健室の在り方が違うような気はしていますので、もしかするとですね、まあ、今回思ったのはやっぱり病院と学校との結びつが非常に関わりが深いので、今の養護の先生とは別の形でもうちょっと例えば頻繁に学校にね行ける先生がいるとか、なんか本当はそういうものがあった方が良いのかなという印象を持ちました。はい、他にご質問ありますでしょうか。はい、そちらの方お願いします。フリーランス記者の上出と申します。他にも私と同じように参加している記者の方いると思うんですけども、原子力規制委員会の委員長とか、あと規制庁の次長会見とかに、まあ、よく参加するんですけど、まあ、田中俊一委員長が言ってるのは、いつも、まあ、100ミリ以下のあれは科学的根拠はないと、それで20ミリというのは妥当でしょうと、年間大丈夫でしょうと、できれば1ミリがいいんだけども今は仕方がないでしょうということをいつも、まあ、繰り返し言ってるんですね。で、まあ、なんとなくそれがだん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 認知されてしまうということで、今言った先ほど言われた1ミリか20ミリかっていうこの辺の問題っていうのがやっぱり突き詰められないっていうもどかしさみたいな、私自身の勉強不足もあるんですけども、まあ、改めて白石さんがこう行かれてですね、その、まあ、いろんな方がおられると言ったんですけども、まあ、特に最近の田中委員長なんかのそういう発言もご存知だと思うんですけど、お感じ、改めてお感じになったことってありますでしょうか。2つありまして、1つはですね、まあ、コロステンというのはお話した通りに25年間で累積で、まあ、15から25ぐらいっていうような、まあ、20ミリぐらい、20ミリ前後のエリアなわけですよね。で、思いましたのはやっぱり ICRP が年間1ミリシーベルトで通常をその追加被曝1ミリって言って、やっぱりねこれ合理的にっていうかやっぱり1ミリなんですよっていう、おそらくその上限なんだと思うんですよね、そういう意味では。おそらくだからその事故時だからといって20ミリに上げてしまえば当然ながら一定の影響はあるなというような感じがしていまして、でそういう意味では1ミリって政策的に考えると日本だとものすごい低い、なんかこう難しい数字みたいに見られているわけですけれども、実際のところ行ってみるとですね、頭抱えるというか、やっぱりその、まあ、全ての子どもに影響があるってわけではないけれども、かなり後半にいろいろな影響が出てるということを考えると、本当にどうやって提言するかってことを真剣に考えないとまずいっていうのはすごく思いました。だからもう一点目はですね、やっぱりウクライナでも官僚とかですね、あるいはその物理学出身の何ていうかこう何ていうのかこう評論家的な専門家っていうのはやっぱり大丈夫だって言うんですよね。で臨床のお医者さん、現場の小児科とか学校の先生っていうのは直接子どもに接してるのに全然違うんですね。そこはもうなんかこうこれからだから、そういう意味では日本だとお医者さんがまだ全然動きが活発じゃないんですけど、少なくともウクライナでは現場のお医者様、小児科のお医者さんとかでこの今の現状のなんか問題を無視できる人はそんなにいないんじゃないかなと思いましたし、そのやっぱりウクライナの国の中でこの国立 の放射線医学研究センターっていうのはすごく有名というか、それなりにみんなが知っている場所なんですけど、そこのお医者さんたちも基本的にみんなもうIAEA には認められないけど自分たちには自分たち そのなんていうか見解があるっていう、すごく強くは主張しないけれども、そこのなんていうかこれをどうにかして証明しなきゃっていう強い意志は感じ取れたので、そこの違いというのはやっぱりあるかなと思いました。やっぱり現場の人とそうじゃない人の差っていうのを感じて、まあ、日本もそうだと思うんですけども、その差は強く感じ、はい、
ありがとうございます。すみません、ちょっと心筋梗塞のことをちょっとデータ詳しいね、これ2年前に死亡が増えたっていうふうに書いてあるんですけど、徐々に上がってきているのかとか、そういうデータを持ってらっしゃる。ルフィエの導入に関してですか？ね、ですね、いや、結構やっぱりこの国がね、問題なのは、そのデータがですね、出せって言うんですけど、あんまりないんですね。それで、ちょっとこの心筋梗塞に関して言うとですね、私のこの話してた話だと、日本でもいじめとかが起こるとわーって言って、なんかこう政策にしなきゃみたいなのあるじゃないですか。でこのルフィエの導入もですね、結局データで増えたからというよりは、メディアがあっちでもこっちでも心筋梗塞で授業中に亡くなってるぞみたいな報道が相次いだ中で、まあ要は下からのなんていうのかな、こう国の中でそういう声が上がってきて、その中で何かしなきゃということで、まあ、最終的には検討してルフィエというのが導入が決まったというような形のことをおっしゃっていたので、過去は全然データを取ってなくて、ルフィエを始めてからデータを取り出したということなんですね。今年度は9月から授業始まって2件授業中の体育で亡くなっている方がいるとおっしゃっていました。はい、2件か3件、ちょっとごめんなさい、木野さんいます？あ、いない。確か2件だと思います。2件亡くなっていると言っていました。はい、ありがとうございます。そろそろ時間なんですが、ここで日本の国内の話に話を戻しまして、伊達市で移動教室が、取り組まれているわけなんですが、その、先陣を切ることにご尽力された、指導元校長先生が見えておりますので、一言その時のお話とか今の状況についてお話しいただけますでしょうか。今ご紹介いただきました伊達市で、今年3月天然大丈夫で、大丈夫しておりますが、移動教室に昨年行った際に、本当に偶然なんですが、白石はじめさんにご同行いただいて、そして見附市の方で3泊4日の移動教室を実施してきました。本当に出会いで不思議だなと思って今でも同行しております。で3月から実は妻とペットは福島にいるんですが、東京で単身赴任を暮らしをしております。福島のことを、特に伊達、福島市、二本町、郡山市、そしてまた線量の高いところで暮らす人たちのことについて、なかなか県内でお話をする人が、国内でお話をする人はいないというふうに聞いているものですから、私せめて福島を支えてくれる方々の前でお礼の言葉ぐらいは言えるかなと思って、さまざまなところに呼んでいただいて、お礼の言葉を申し上げています。本当にもう3年に近くなろうというこの時にも当たって、子どもたちを、そしてまた小さな子どもを持つお母さんたちを心配してくださり、そしてまた支えていただいていること、本当にありがたいと思っています。実はもう皆さんもご存知かと思いますが、福島県内では保養という言葉すら使えない現実があります。つまり今福島県の線量の高いところで暮らすお父さんお母さん方にとっては、そこで生きるしか、そこで暮らすしか生きる道がないんです。だからもうこれ以上不安にするのは、不安にさせるのはやめてください。だからもう保養とか移動教室、そんな話題はいいんです。私たちはここで生きていくんです。そんな選択が今福島の方々にはあるのかなと思います。じゃあそのお母さんたちが、小さな子供を持つお母さんたちが不安を持ってないのか、そうじゃありません。昨年、福島大学の筒井先生が郡山、福島などの小さい子を持つお母さんたちにアンケートを取ってくださいました。無作為で、アンケートを取ってますので、かなり信憑性が私あるんじゃないかと思いますが、数千人の小さい持つ子供を持つお母さんたちが不安だと答えています。そしてその中には、本当に子供を
除染されたと言ってもあの公園で遊ばしていいんでしょうか。そして本当に外に干し物を干していいんでしょうか。そして福島県で採れたものを食べていいんでしょうか。そんな不安な声が届いています。そうした中で、日本全国からたくさんの親子そして子どもたちが雇用そしてまた移動教室という形で、読んでいただいていることを感謝しているわけですが、雇用と移動教室は基本的に違います。雇用というのは休み、夏休み、冬休み、春休みなどに子どもたちが招待していただく。そしてまたこれは大体募集が多くはネットなんですね。そうした場合に私がいた富野小学校などはネット環境があるのは20人の保護者の中で本当に形にもなりません。そういう中で私のいた学校の子どもたちは雇用に行った子は誰もいませんでした。そうした中で誰でも全員が一緒にできれば担任の先生と一緒に保健の先生と一緒に県外で生活できる、放射線の心配をしないで生活できる、そんな場が私は移動教室だというふうに考えています。そんなこともあって昨年参議院議員会館こちらの方で、ぜひ、復興予算の中から移動教室をという話をさせていただきました。実は私は放射線避難は結果論でいいんじゃないかなって言っています。というのは先ほど言いましたように福島県内では放射線そしてまた雇用そんな言葉をすることを出すことすらタブーになりつつあるからです。そういう意味でいや移動教室にはこんなに素晴らしい教育的意味教育的価値があるじゃないですか、結果的に放射線避難ならそれでいいんじゃないですか、そんな訴えをしてきました。ぜひ私は今思うのは移動教室そのものがもう法制化されなきゃ無理なのかな、そんなことを考えています。こうしてチラシ店をはじめ多くの方々が、線量の高いところで今なお暮らす保護者そしてまた子どもたちに大きな関心と励ましを寄せていただいていること、私が代表できる立場にありませんが改めてお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと会場に映画を通して福島の問題を訴えられている釜中ひとみさんがお見えですので、よろしければ一言お願いします。実はちょうど今お聞きしたかったことだったんですけど、今ちょっと伊達に通ってるんですけれども、富山小学校に実はその私一つ NPO といってジムネットっていうジャパンイラク医療支援ネットワークの理事もしてまして、富成を中心とした汚染地図を作って府警に保護者に配布して測りに行ったら結構高かったんですね。2マイクロとか、まあ、3マイクロあるところが通学路のそばにありました。でそれでその半貝さんという方が伊達市では放射線は安全だし、キノコ採り大会をして1500ベクレルでもみんなで一緒に食べようと、でこうキノコは文化だということをやってらっしゃって、それは伊達氏が彼を、雇って、それでローラーでこう幼稚園から中学校までこうずっとそういう、放射線は安全だキャンペーンをやってらっしゃるわけですよね。でそんな中でやっぱりそのまあ、ジムネットもそうですし、私の映画を作っている取り組みもですね、できれば雇用にアクセスしてもらいたいと思ってるんですけど、なかなかその言葉そのものを、まあ、そこにいる住んでる人たちに出すこともすごく難しくなっているんですね。で移動教室は始まってそして今も続いているんですか。続いています。それどれくらいの規模で、白石さんのプリントの中にもあったことも、あちら大森先生のプリントの中にあったと思いますが、はい、一昨年は、9校150名を担当。どれくらいの期間で、期間はどれくらいなんですか。3泊4日です。3泊4日、はい、6月から始まって10月に終わってますが、その間に9校がバラバラと見附市の方に招待いただいています。ただし5、6年生のみです。そうですか。予算的な問題から。でも3泊4日ではなんか今聞いて思ったんですけど、例えばクラスごとだと1ヶ月とかっていうことはこれからのやりようでは可能なんでしょうか。毎年1回だけ3泊4日なんですよね。それもまあ去年行った5、6年生今年はいけないという、ずっと交代していってるわけですよね。そういうこと。
で、その私も別に保養という言葉つけなくてもどんな言葉でもいいから子どもたちが、まあ、そこから出てその被爆の絶対量を減らしていくっていう取り組みが伊達市では特に必要だと思っているんですけど、でその作戦をちょっと後で相談させていただいてよろしいですか。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。というかただそれが現実なんですよね。子ども被災者支援法の中にも自然体験学習という言葉になっていますが、その保養という言葉を使わない、つまり汚染地であるというそのチェルノブイリ法では法律で汚染地の定義があるわけなんですが、その言葉を、言葉をからしてもはや使わないというのが今の現状で、そこに全ての出発点があるのかもしれないなというふうに感じていました。ただ一方でですね、皆さん小さいんですが、子ども被災者支援法の自然体験学習についてはこの基本方針の中でわずかながら前進して、冒頭お話したように、枠が広がっています。これぜひですね、有効に使って、今後ですね、この、自然体験学習の予算枠を、民間なりあるいは学校ベースで有効に使ってですね、どんどんそれを広げていくような取り組みが必要かなと思っています。皆さんも保養プロジェクト民間ベースでやられている方がいると思いますが、ぜひ一緒になってですね、制度を充実させていくといいますか、枠を広げていく、なかなか一足飛びに数週間のね本格的な保養を制度化するっていうのは今の状況は難しいかもしれないんですが、現実的なところできるところからコツいたします。はい、それではこれで今日のセミナーを終わりとします。どうも皆さんありがとうございました。